ドナルド・ジェームズ・ラーセンは、アメリカメジャーリーグで活躍した投手である、宇ト・右内、アメリカ合衆国インディアナ州ミシガンシティ出身。ニューヨーク・ヤンキース時代、1956年のワールドシリーズ第5戦で、ワールドシリーズ史上初のパーフェクトゲームを達成した。1953年にセントルイス・ブラウンズで、メジャーデビュー。夜遊びが好きで、このためか、 なかなか好成績は上げられなかった。翌1954年にチームはボルチモアに移転しオリオールズとなったが、この年3勝21敗の成績でアリーグ最多敗戦を記録。この年のオフ、史上最多の17名が関与したトレードでニューヨークヤンキースに移籍。ただし、これで行場が改まったわけではなく、移籍初年度の1955年には、 スプリングトレーニング中に、早朝5時に車を電信柱にぶつけている。監督のケイシー・ステンゲルは、電報でも出しに行ったんだろう。早すぎるというか、遅すぎるというか、と語っていたという。1956年には、自己最多の11勝を挙げて、チームのリーグ優勝に貢献。その年のワールドシリーズは、ヤンキースとブルックリン・ドジャースの地下鉄シリーズとなった。 ドジャースの本拠地、エベッツフィールドで開幕し、ドジャースがまず連勝。ヤンキースタジアムに移った第3.4戦は、ヤンキースが連勝し、迎えた第5戦。先発したラーセンは、ドジャース打線相手にワールドシリーズ史上初の完全試合を達成した。2020年終了時点で、唯一の記録である。シリーズは、 最終戦までも釣れたがヤンキースが勝ち、ラーセンはシリーズ MVP 及びベイブルース賞に選ばれた。翌1957年も10勝を挙げるが、2桁勝利はその2シーズンのみ。ヤンキースには1959年まで在籍し、その後は1960年にカンザスシティアスレチックス、1961年途中にシカゴホワイトソックス、 1962年にサンフランシスコジャイアンツ、1964年途中にヒューストンコルト 45S、1967年にシカゴカブスに移籍し、1967年限りで現役引退。1999年7月18日にはヤンキースタジアムで始球式を行っているが、この試合ではデビッド・コーンが、 モントリオールエクスポズを相手に完全試合を達成している。晩年は2018年6月17日にヤンキースタジアムで開催されたオールドタイマーズデーに登場し、その際には日本のマスコミに大谷翔平を激励するコメントを残している。2020年1月1日、食道癌のためアイダホ州平殿の緩和ケア施設で死去した。90歳没。 早稲田実業高等学校時代の王貞治は、投手としてプレーしていたが、コントロールに何のあるところがあった。そこで、創日の総監督的立場だった、久保田隆之のアドバイスなどで、ノーワインドアップ投法にフォームを強制することになり、王は、フォームがための参考とするために、荒川博の家で、ノーワインドアップで投げていたドンラーセンの投球フォームの映像を見ていたことを語っている。 ご、ごろの略。ありがとうございます。